ゴルの馬が失踪している様子馬は、馬目の馬科のノーマの亜種である。社会性の強い動物で、野生のものも家畜も群れをなす傾向がある。北アメリカ大陸原産とされるが、北米の野生種は、数千年前に絶滅している。欧州南東部にいたターパンが家畜化したという説も、ある。古くから中央アジア、中東、北、 アフリカなどで家畜として飼われた歴史がある。運搬用、農耕、常用、軍用、競技用などに使われる。学名は、エキスケバルス。エキスも、ケバルスともに、ラテン語で、馬のい。体長は2.4メートル3メートル程度。体重は300キログラム800キログラム程度。首と頭が長く、長い獅子を持つ。角はない。角足とも、 第三子を残したの指は退化している。よく発達した蹄を持ち、硬い土の上を走ることができる。音、頭から首の上部にかけての縦髪だけは長いが、全身の毛は短い。高温多湿に弱いが、ある程度の寒冷地でも耐えられる。装飾性であり、よく発達した紋士と薄刃で食べ物を噛み切り、すりつぶす。馬は、高調発行動物であり、 半数動物とは異なりは一つしか持たない。しかし、大腸の内毛腸が極めて長く、結腸も発達している。これらの消化管において微生物が繊維質を発酵分解する。胆能がないことも装飾に適している。硬くて甘みの強い食物全般を好むとされている。なお、英語でロバや馬などを鼻先に釣った人参で誘導する。 様子をキャロットスティックというように、英語圏や日本等では通属的には、馬は人参が好物だと語られるが、国によってリンゴが好物や角砂糖が好物など様々に言われている。優れた嗅覚を持つが、毒草や血の匂いなどを嗅ぎ分けることはできない。顔の両側に目が一致するため視野が広く350度ほどあると申されているが、反面、 両飯できる範囲は狭いため、距離感をつかむことは苦手とするなど、人とは、やや異なった、視覚認知を持つ。走るときに、背中が湾曲しないため、常用にできるが、蔵やあぶみなどのバグなしで乗りこなすには相当の、修練が必要となる。一般に、立ったまま寝ることができることでも知られるが、本当に安全な場所であればリラックスし横になって、休むこともある。 寿命は約25年、稀に40年を超えることもある。繁殖可能な年齢は3から15、18歳。繁殖期は春で、妊娠期間は335日。端子であることが多い。馬の特徴の中でも、一見して最初に目につくのが毛色である。日本馬事協会は、栗毛、土地栗毛、影、黒影、青影、青毛、足毛、かす毛。 白毛、月毛、河原の毛、透け目毛、薄摘毛、白髪の十四種を定めている。家畜場では影、栗毛が特に多い。家畜改善は薄摘毛が多かったと考えられている。毛色の他に個体の識別に使われるものとして白藩がある。白藩は主に頭部、脚部などに見られる白い毛のことで、毛色やその他の特徴と合わせると、 無数の組み合わせがあり、個体識別に利用することができる。そのため、血統登録の際記載が義務付けられている。代表的なものに、頭部では、正、極性、流生、寒性、卵生、唇ジロ、白面、微白、微量ジロ、咲四部では白、反白、小白、ほのジロ、長ジロ、細長ジロ、超反白等がある。なお、 白藩に至らない程度のものを死亡という。馬のつむじのことをつむじという。位置に個体差があることから、白藩と同じく個体識別に利用することができる。位置によって、玉目、仮称といった名称がある。白藩、専門の詳細については、馬のマーキング参照のこと。冬になるにつれて、長い毛に生え変わる。 そのままだと、汗をかいた時に乾燥が長くなり、体を冷やし体調を崩す原因となるほか、ブラッシングも大変となる。そのため、馬を管理している飼い主は毛刈りを行う。毛刈りの仕方は、作業量と目的により、様々なものがある。縦髪と尻尾以外の全身の毛を刈る、フルクリップ、泥がかかりやすい足と、 サドルが乗る背中以外を反るハンタークリップ。足と汗をかきにくい背中全体を残すブランケットクリップ。日中も外に出す場合は、首の後ろも残すチェイサークリップ。外出を良くする馬の場合は、首の前側から腹から尻にかけて反るトレースクリップ。軽作業場や若い馬の場合は手軽に行え発汗の多い、首周辺と腹だけを反るアイリッシュクリップが行われる。 図に基づき説明する。図に基づき説明する。馬シは、一生を通じて、硬い草を食べ続けるため上下に長い形状をしている。考古学においては、馬シは遺跡においても依存しやすく、馬シの摩耗具合から、個体の年齢を推定する手法も確立している。また、常用馬に使用するバグである歯耳は、奥歯の第二前臼歯と接し続けるために摩耗する。 このため野生馬と家畜馬、もしくは乗用馬と、ダバ、濃厚馬を区別するための指標としても活用されている。馬の前足の構造を見ると、体の外側にあるのは、肘から先の前腕のみで、上腕は体の内側にある。前腕を構成するのは、頭骨と尺骨で、主に頭骨によって形成されている。前腕の先には、手根関節がある。 手根関節は七つの手根骨からなる。手根関節の先には中手骨がある。このうち最大のものが第3、中手骨で、第2、第4、中手骨は小さく退化している。第1、第5、中手骨は退化して消滅している。第3、中手骨の一部はその先にある、つなぎ骨と共に急節と呼ばれる関節を形成する。急節の後ろ側には、 手指骨がある。急節の先には、指骨がある。指骨は、つなぎ骨、肝骨、ひずめ骨の三つの骨からなる。なお、馬の指は、第三子のみ存在する。つまり、人間に当てはめると、馬は、手足の中指の指先だけで歩いているということになる。後ろ足の構造を見ると、大腿骨があり、その先に、膝関節がある。膝関節の中には、 室外骨がある。その先にあるのが硬いで、肩骨と、肥骨からなるが、肥骨は前足における尺骨と同様か半分は、退化して肩骨にくっついている。その先にあるのが肥節と呼ばれる、大きく屈曲した関節で、人の足首に相当する。その先は、前足と全く同様の構造をしており、第三、中足骨が大きく発達した中足骨、急節。 死骨と続く。馬類は化石資料が豊富であり、進化の過程を鮮明に残している。その理由として、環境の順応能力が高かったことや、草原で軍隊を成していたことが挙げられている。馬類の最古とされる化石は、6500万年前の地層から発見されたヒラコテリウムである。ヒラコテリウムは北アメリカ大陸やヨーロッパの森林に生息し、 わかめや草の実など柔らかい植物を摂取していたとされる。ヒラコテリウムはキツネほどの大きさで、前肢は第一肢がなく、後肢は第一と第五肢が退化している。その後、シシニオのオロヒップス、エピヒップス、前神ヨのメソヒップス、ミオヒップス、中シニオのパラヒップス、メリーキップスという系統進化が明らかになっている。 約1000万年前のメリキップスは真の装飾性を示す交換派を獲得したこととより高速での走行を可能にしたシコ骨の融合の2点で画期的であった。当時は乾燥機構が広がるとともに大草原が拡大しつつありメリキップスの出現は草原への進出の結果だった。約400万年前のプリオヒップスは第2 第四子を完全に消失させることで、指が一本になり、現在の馬に近い形態をしていた。馬の仲間は、コーシミオの表記に、ベーリング海を渡り、ユーラシア大陸やアフリカ大陸に到達し、現在の馬であるエクウスに分化する。南北アメリカ大陸に残った馬科の動物は、表記に絶滅した。ミオヒップスやメリキップスからも多様な主文化が起こり、馬類は一時、 大きな発展を示したが、系統の大半はすでに絶滅し、現存する子孫が、馬、シマウマ、ロバの仲間のみとなっている現状は、半数類の繁栄と対照的である。馬類は半数類に比べ、植物を消化して、タンパク質に再構成する能力が劣っているため、半数類に駆逐されたものと考えられているが、馬は、高い運動能力を獲得することで生き残った。 野生の馬はほとんど絶滅に近いが、内燃機関が発明されるまでの長い間、人類にとって最も一般的な陸上の移動、運搬手段となることで、家畜動物として繁栄した。馬は31体の常染色体と、XY の性染色体、計32体64本の染色体を持つ。この他に、細胞小器官ミトコンドリアに、 小さな感情の出をきしリボ拡散を持っている。馬ゲノムプロジェクトは、犬や牛など他の主要な家畜に比べれば若干、遅れたが、2006年に開始された。このプロジェクトでは、日本の競争場総合研究所も参加している。約18億円の拒否をかけた。このプロジェクトでは、2007年2月にまずメスの、サラブレッドについて、全延期配列の解読を完了した。 総配列は約27億円基体遺伝子の総数は約2万1000個と考えられている。現在読まれているゲノムはすべてメスのものであり、Y 染色体の配列は決定されていない。2009年、同定された遺伝子は2万322個であることが発表され、このうち約4分の3に当たる1万5027個について、 人の遺伝子と一致することが判明した。馬はかけたり、ジャンプすることが得意である。様々な方法で歩いたりかけたり、ジャンプすることができる。失踪するサラブレッドを連続撮影し、それをスローモーション気味に再現した動画。失踪中の馬の足の動きは速すぎて、人の目では理解できず、高速連続撮影が発明されるまで解明されなかった。 後ろ足立ちすること、つまり後ろ足だけを地につけて、前足を宙に向かってあげることを英語では、レリング・リアリングという。馬は、様々な時にこのリアリングを行うが、例えば驚いた時、興奮した時、攻撃的になっている時、人間に従いたくない時、背中に乗っている人間を振り落としたい時などに行う。野生の馬で、自由に行動している馬もこれをすることがある。 飼われている馬では、訓練次第でこれを意図的にさせることができる。だが乗り手が望まないのに乗馬中に突然この動作をされると、落馬や大怪我などの結果になりがちである。馬が攻撃しようとするときに取り得る行動の一つが、後ろ蹴りを喰らわせることである。まず後ろ足で地面を蹴り尻を上げ気味の姿勢になると、同時に後ろ足をやや引きつけ、足先を鋭く、 後方に突き出す。馬の目は頭部の側面についていて、単眼視野は350度ほどある、と言われており、後方もほぼ視野に入っており、後方にいる対象がほぼ見えた状態で狙いをつけて、かなり正確に蹴りを繰り出す。馬同士の喧嘩でも、しばしば互いに後ろ蹴りを食らわせる。人間が不容易に、馬の後方から近づくと、馬は突然、後ろ蹴りをすることがあり。 これを喰らうと、しばしば死亡事故となる。そもそも馬の脚力は猛烈で、動作も素早くて避けがたい上に、馬の足裏には、金属製の硬い低鉄が付けられているので、人が、頭部に喰らえば、しばしば頭蓋骨骨折の即死という結果となりがちなのである。胸部、肩、鎖骨などに受けても骨折するほどの大怪我となりがちである。馬の長距離の多くでも、 馬の後方に立たないようにとの注意がなされており、馬の後ろに立たないことは乗馬クラブなどでも、乗馬初心者に対してまず最初に指導されることの一つである。馬同士が喧嘩するときに取る、もう一つ行動が噛みつくことである。馬のフレーメンボバは歯をむき出しにして、あたかも笑っているような表情を見せることがある。これをフレーメンと呼び、馬だけでなく様々な哺乳類に見られる。 このフレーメンによって、鼻腔の内側にあるヤコプソン器官と呼ばれるフェロモンを感じる嗅覚器官を空気にさらすことで、発情した牝馬のフェロモンをよく嗅ぎ取れるようにしている。発情した牝馬の生殖器の匂いを嗅がせるとこの現象を容易に起こせるため、馬のフレーメンに関する歴史的エピソードがいくつかある。また、馬はレモンなどのきつい匂いを嗅いだり、 初めて階場に良いの時にもフレーメンをし、貧馬もフレーメンをすることがある。かける速度については、平均時速 60km もされ、最高速度は時速 87km もされる。競争用のサラブレッドならば最高時速 87km を出すことができる。また、競争用クォーターホースは、比較的容易に時速 90km を達成する。 2005年のアメリカでの調査では、下級戦にもかかわらず302メートルのレースのラスト101メートルの平均速度が時速92.6キロメートルに達していた。と形容されるチーターには、さすがにかなわない。チーターの方は時速100キロメートル時速110キロメートルほどで走ることができると言われている。速力に優れ、人を乗せて、 かなり速い速度で走ることができる。実際のレースでの記録としては、クォーターホースの世界レコードで440ヤードを20.274秒というものがあり、これは時速に換算すると時速7 1 4トルとなる。もう少し長い距離ではサラブレッドが有利となり、1 0 0 0ルの世界レコードが三点零七秒を記録している。百メートルでも、 世界レコードは3分12秒5となっていて、なお速度を維持している。馬は加速に時間がかかるため、特に短距離戦ではレース中の大部分を蒸気の速度よりもはるかに速い速度で走っている。2005年のアメリカでの調査では、330ヤードのレースのラスト101メートルの平均速度が時速92.6キロメートル。 440ヤードのレースでもレース中間で時速9 2 4トルに達していた。4 0 2メートルではサラブレッドのレース終盤で時速8 3 9トルを記録している。ただし、この2005年の調査はいずれも下級戦である。同じ調査で1 0 0 6ルのレースでのサラブレッドの速度はレース中盤でも 時速5 9 6トルに過ぎなかった。これは2002年に日本でほぼ同じ距離で記録されたレース中間の2 0 0ル区間平均時速7 5 0トルよりかなり遅い。馬術競技のカテゴリーに入るエンデュランス馬術競技は人におけるウルトラマラソンに相当する競技であり30から5 0トルごとに 馬体検査と休憩を挟みつつ、最大1 6 0トルを走破する。走路は整地されているとは限らず、山や川があったりする。平均速度はこの距離でも、時速2 8トル近くに達することがある。使用するのは、中間種でもサラブレッドでも何でも良いが、アラブ種がよく使われる。競歩に相当する、つなぎが速歩競争では、ールウェイズ。 ビーミキというスタンダードブレッドが二輪馬車を牽引して、側タイフで1マイルを1分46秒で完歩した。馬は人の感情を読み取って、それに敏感に反応しているということは馬に関係する人々の間ではかなり古くから言われていたものの、それについての科学的な研究はほぼなかったが、2018年にようやく発表された。 2018年6月、北海道大学は、馬は、人の表情と声を関連づけて、人の感情を読み取るという研究成果を発表した。様々な分類法がある。例えば解剖学的分類、用途による分類、運動性能による分類、体高と体調の比率による分類等々がある。どの分類方法も曖昧さをはらんでいる。 動物分類学的にはこれらすべてが馬という単一の種である。競争馬については現在は主に登録された血統に基づいて分類を行うのが主流である。例えば、サラブレッドとして叱るべき団体から登録を受けた馬がサラブレッドであり、サラブレッドであれば軽種である。仮にこれと全く同一の遺伝子を備えていたとしても、登録がなければ、 サラブレッドとは認められない。各地にそれぞれ在来種と呼ばれる固有の特徴を持った品種が少数存在する。在来種は古来の馬の特徴を比較的よく残しているが、それらも多かれ少なかれ人間の手によって改良されている。細かく見ると約250種類以上確認される。根血も多い。それに対して改良種はスピードや 耐久力、パワーなどを高めるような品種改良がなされており、引き換えに不定期の給仕に耐える体質や危険絡みを守る本能の一部を失っている。サラブレッドやポニーなど、現代人が乗馬クラブや競馬場で頻繁に目にする馬の多くは、後者の改良種の方である。現在日本では、馬を軽種とそれ以外に分類している。このうち軽種については、 財団法人日本軽守馬登録協会が登録規定を行っている。軽守以外は、社団法人日本馬事協会が登録を行っており、登録規定で、乗り系、番系、昇格に分類している。ただし日常的には、重種中間種などの表現が用いられることもある。現存する唯一の野生種もうこの馬現在では、 ノーマの野生種はすべて絶滅したとされる。最野生種アメリカのムスタングやイタリアのジャーラウマ、宮崎県トイミサキのミサキウマなどは、半野生状態で生息しているが、いずれも、家畜として飼育されていたものが逃げ出し、繁殖したものである。かつては、北海道では野生化した馬を狩猟、捕獲し、ウ馬として、荷物や馬そりの牽引をさせることもあった。 モンゴルに生息する、モーコノーマは、従来、世界で唯一とされる真の原生の野生馬とされて、いたが、最近の研究で人間によって家畜化された馬の子孫であるという説が唱えられている。1968年以降、生息が確認されなくなり、本国では一度絶滅したとされる。その後、海外の動物園で飼育されていたものを里帰りさせ、 自然保護区のホスタイ国立公園内で繁殖を重ね、200頭を超えるまでになっている。京種の代表、サラブレッド主に乗用や、乗用の馬車を引くために改良された品種で、軽快なスピードとある程度の耐久力を持つように改良されている。多くがアラブを母体としている。中間種の代表、クォーターフォース京種と重種の中間的な性質を持ち、 軽快さと比較的温厚な性質を持つ。重種の代表、ペルシュロン主に濃厚や重量物の運搬のために改良された品種。中世ヨーロッパでは重い甲冑を着込んだ重装備の騎士の乗馬とされた。大きな個体では体重1トンを超えることも珍しくない。また、軽種よりも微味とされ、食用として用いられるのは重種馬が多い。 北海道等特有の競馬競争の一種、バンエイ競馬で用いられているのは、この十種でも、ペルシュロンや、ベルジャンの根結馬や、これらと北海道ワー種などの在来種の根結が多い。競馬以外の登録を管轄する日本馬事協会では、平成十五年度以降に生産されるバンエイ、競馬向けの馬については、順競馬同士の馬による、配合馬のみ一台限りで、判決種とし、 それ以外については、日本版系種として登録されている。シェトランドポニーポニーは、気候までの高さが147センチメートル以下の馬の総称である。かつては、14ハンド2インチイコール約147センチに、満たない馬をポニーと称し、それ以上のものを馬として、機械的に分類していた。近現代になって、血統登録による品種の分類が確立するまでは、 例えば下に示すシェトランドポニーでも大柄であれば、馬と考えられていた。今でも、日常的には、品種に関わらず小柄な馬をポニーと称することが多い。北海道ワッシュ現存する日本在来種は、以下の8種。北海道ワッシュ以外は、非常に飼育頭数が少ない。在来場は、ファラベラのような小型ポニーや、シェトランドポニーのような中型ポニーではなく、 モーコバ系に属する、比較的大型のポニーに含まれる。また、大型在来馬である南部馬頭は近代化による、西大使との交雑により多数の大型在来馬は、絶滅した。現存する、小型在来馬は、西大使との交雑に用いられたものは少なく、当時の死役馬、ダバの繁殖に含まれるものが多く残る。は、未戦闘馬車。 アブミウマはスポーツでも使用されている。写真はポロの試合。エキスの名で呼ばれるウマやロバの直接の先祖は200万年前から100万年前に現れたと考えられている。人は古い時代からウマを捕食し、あるいは毛皮を利用していたことが明らかにされており、旧石器時代に属するラスコー洞窟の壁画にウマの姿が見られる。原種馬は原産地の北。 アメリカを含め、人間の狩猟によりほとんど絶滅した。紀元前4000年から3000年頃、すでにその4000年ほど前に家畜化されていた羊、ヤギ、牛に続いて、ユーラシア大陸で生き残っていた馬、ロバの家畜化が行われた。これは、馬を人間が漁すために使う手綱を、馬の口で止め、馬に手綱を引く人間の意志を伝えるためのバグであるわ。 実がこの時代の遺物として発見されており、歯みは、馬の下顎骨の第二前九死と接し、摩耗根を残すことが観察されるため、馬の家畜化を判断する指標として活用されている。同じく紀元前3500年頃、メソポタミアで車が発明されたが、馬車が広く使われるようになるのは、紀元前2000年頃に、 スポークが発明されて車輪が軽く頑丈になり、馬車を失踪させることができるようになってからである。馬車が普及を始めると、芝叩く間に世界に広まり、地中海世界から、甲河流域の中国まで広く使われるようになった。これらの地域に栄えた古代文明の都市国家軍では、馬車は陸上輸送の要であるだけではなく、チャリオットとして、軍隊の主力となった。 また、馬の普及は、馬を利用して、工作を行う馬行という農法を生んだ。馬は、半数動物ではない上に、牛や羊などに比べて代謝が高く、それらと比較すると体重に対して、約30%以上多くの牧草を必要とした。ため、中東の古代国家では、牛や羊と同時に、大量の馬を飼うことは困難だった。馬は、 その貴重さから食用として発達することはなく、この地域から馬肉に関する食のタブーが生まれたと考えられている。一方、メソポタミアから見て、北方の草原地帯では馬に直接に騎乗する技術の改良が進められた。こうして、紀元前千年頃、広い草原地帯を羊、ヤギなどの家畜と共に移動する遊牧という生活形態が、 一しく効率化し、金メリア人、スキタイ人などの騎馬遊牧民が、国会北岸の南ロシア草原で活動した。牙遊牧という生活形態も瞬く間に広まり、東ヨーロッパからモンゴル高原に至るまでの濃厚に適さない広い地域で行われるようになった。彼ら遊牧民は、日常的に馬と接し、馬に乗る技術を発明することによって、高度な移動。 軌道の能力を獲得し、馬の上から弓を射る汽車が発明されるに至って牙は、戦車に勝るとも劣らない、軍事力となった。遊牧民ではないが、紀元前8世紀にアッシリアは、汽車を行う、弓騎兵を活用して、世界帝国に発展した。中国では、紀元前4世紀に、北で遊牧民と境を接していた、長のブレイオーが、古服汽車を採用し、牙の風習は、 低重農公民の間にも広まっていった。さらに騎乗者の足や腰を安定させるためのアブミや蔵が発明され、低鉄が普及して、非有牧民の間でも、西ヨーロッパの騎士や日本の武士のような騎兵を専門と、する、戦士階級が生まれた。15世紀から16世紀に進んだ火薬、銃の普及による、軍事革命は、騎士階級の没落を進めたが、 騎兵の重要性は失われず、また、物資の運搬にも馬は依然として欠かせなかった。各国は軍馬に適した馬を育成するために競馬を進行し、競馬を通じて馬種の改良が進められた。やがて大航海時代に入り、白色人種はアメリカ大陸に到達した。彼らが手にする鉄器や火薬の威力、乗りこなす馬の機動力や威圧感。 そして彼らが持ち込んだ天然痘などの伝染病はそれらを知り得なかったアメリカ先住民を恐怖に陥れ白人による中米や南米の民族の征服は短期間で完了結局インカ帝国やアステカ帝国など独自の文明を持って栄えていた社会はほぼ壊滅させられるしかし数族など北米のインディアンの中には 馬の機動性をいち早く取り入れ、生活様式を向上させるものもあった。20世紀に至り、内燃機関による自動車、戦車の実用化、また、機関銃などを使った、弾幕戦法の普及など、二度の対戦を経て、軍事革新が進んで軍馬の重要性は、急速に失われていったが、軍隊、警察においては、儀典の場で活躍している。さらに競馬、乗馬は、 娯楽、スポーツとして親しまれ、世界では、現在も、数多くの馬が飼育されている。また近年では、世界最小の馬である、アメリカンミニチュアホースを、盲導犬の馬版といえる、盲導馬として使用する試みも始まっている。その他、乗馬を通じ心を癒すホースセラピーも注目を浴びている。日本の馬乗門、弥生、古墳時代氷河期には、日本列島は、 ユーラシア大陸と地続きで馬が存在していた。しかし氷河期が終わると日本列島は草原が減少し森林化が進み馬の生存に適さなくなり馬は絶滅した。古墳時代になると朝鮮半島南部から軍事的な要請から馬の輸入が開始された。4世紀末の北部九州への輸入を皮切りに5世紀後半には 日本列島各地の遺跡から出土したバグなどによって、馬の存在が確認されている。日本での馬筆生産は、5世紀前半から中頃にかけて、河内湖周辺で朝鮮半島からのトライ人によって行われたのが、最初で5世紀後半にはトライ人の遺廃とともに、飼育公的地が多い東日本地域へ、馬筆生産の遺憾が実施された。この馬筆生産の遺憾は、 有略長期、大和政権の東日本への支配の強化を示すものであり、古墳時代の埋葬場大阪府市場縄手市出土。大阪府立地下津和塚博物館展示。五世紀初めには、馬形埴輪が登場する。五世紀前半の王神天皇の倍長や任徳、天皇の両母の副葬品としてバグが出土しており、五世紀中頃に、 なると、馬の骨格の実物も出土し、古墳の副装品も、蔵、靴は、あぶみなどのバグや、馬型埴庭の出土も増えることから、日本でこの頃には、馬事文化が確実に普及したと考えられる。群馬県の白井北中道遺跡からは、馬の足跡が4万個以上パックされた土葬が確認されている。これは、春名さんの噴火による堆積物で、 馬の足跡が依存したもので、ひめの大きさから、中型馬であると考えられている。その後の古書や伝承には馬にまつわる記述が見られる。日本初期にはアマテラスが岩戸に隠れたのはスサノオが、ブチゴマの皮を剥いで、アマテラスの旗織小屋に投げ込み、旗織女が驚いて死んだためであるとのくだりがある。古事記では、 スサノオの息子であるオオクニヌシが、出雲国から出かける際に、倉とアブミをそうした馬に乗っていたと書かれる。東北日本のエゾエは、馬の飼育が伝わり、汽車による、優れた、狩猟技術が発達した。また飼育した馬を、大和王権側に売っていた。また、寄伏主復衆となったエゾからは、飼育法のほか、乗馬や、汽車などの戦闘技術がもたらされた。アスカ、 奈良時代646年の大化の改新による一連の制度の整備によって、駅場、天馬といった通信手段としての乗用場が設立され、各地に馬巻も開かれた。当時律令制のモデルであった大陸の当庁は、遊牧民出身の軍事集団が政権中核の貴族層を構成し、その軍事制度も遊牧民の軍勢を色濃く継承していたため、 立量性の導入は最先端の軍事技術としての馬文化の導入という性格も有していた。人身の乱ではおけしうさぎが率いて急行した戦、よきや、有うライメラの騎馬突撃など騎馬隊の活躍が目立った。7世紀に作られた藤原宮跡では、国史により関節部の融合を、肥大化をきたした馬の骨が見つかった。宮の造営には、 多数の馬が用いられたようである。藤原宮跡の骨の中には、肉を取るための削り根が残っているものと、そうした痕跡がないものがあり、部分的に食用にされたと考えられる。天武天皇4年4月17日のいわゆる、肉食禁止令以後、食用を禁止する命令がたびたび下されたが、いずれも一時的な禁令で、あまり行き渡らなかったようである。平安時代、 平安時代には、いわゆる競馬が行われていたというはっきりとした記録があり、盛んに行われていた。競馬式、清馬、比べ馬、競り、長馬等と称して、単に馬を走らせて競う馬、弓を射る汽車などが行われ、勝者と敗者の間では物品をやり取りする、賭け行為が行われる場合もあった。この競馬の起源は勝負にあったと考えられるが、 平安時代の貴族社会では、もっぱら神事などの行事ごと、娯楽へと変遷したと考えられる。宮廷儀礼として様式化された、競馬は、やがて神社にも伝わり、祭礼としての競馬も営まれるようになった。この中では、鴨明一いの神社で、毎年5月に行われる、鴨競馬が有名である。鴨競馬は、古代から中世を通じて継続し、応仁の乱による、 後輩の際でも、万難を廃して開催され、日本の馬事文化では最も歴史のある行事とされる。また、藤原の道長は馬を好みたびたび天皇の行幸を仰いでまで、馬費を行っている。また、平安時代の大乱、天行の乱の平良正門は牙に巧みで、関東平野を中心に牙による、機動的な戦闘を行ったとされ、 その後の源平合戦でも関東地方の武者たちが、牙に巧みであったことが、平家物語などに記述されている。馬は、金と並んで東国の産物とされ、五千和歌集には、小渕の巻が歌われ、藤原秀平が、源の義仲に軍馬を送ると、軍事物資としても貴重な存在であった。 鎌倉時代10世紀に武士が誕生すると、大鎧を着て、汽車を行う武芸とされ、朝廷や国画による軍事動員や治安活動は、この武士の騎馬級者の戦闘力に依存するようになった。またに古代において、自家刀だった刀剣が、斬撃に適するよう、歯に反りがつけられる進化を促した、ともされている。彼ら平安時代半ばから、 鎌倉時代にかけての武士の馬術への深い関心は、軍記物語である、平家物語に記された、一の谷の戦いで馬に乗ったまま、崖を駆け降りた、源義経の火踊り、古史などの逸話によって、多くの日本人によく知られている。馬術は再び武術としての性格を持ち始め、後に、たしなみとして記者、やぶさめ、犬大物などが、盛んになり、競馬はやがて、 鎌倉競馬として厳格に体系化された。武士の騎乗戦闘の様子や騎乗抜刀の様子は数多くの絵画資料で見ることができる。猛虎襲来絵言葉全館へご白石道康の手勢、猛虎襲来絵言葉には白石道康勢百0 0余の騎馬隊が汽車をしながら敵陣に突進する様子が描かれている。室町時代以降をつぼ馬術の常用三段に見られる。 騎馬隊で突撃して敵陣を切り崩すような集団騎馬戦術が発達していった。大津ボリ馬術は戦国時代、江戸時代を通じて武士が学ぶ軍事的素養となっていた。江戸時代初期に描かれた江戸図屏風にはおむちゅうと言われる川市内を使った騎馬集団による軍事演習の様子が描かれている。また、領主としての土着性が強かった初期の武士にとっては、 馬が排出するマグソは、事故が経営する農地の肥料としても貴重なものであった。武士は敵に噛みついたり蹴り飛ばすなど、気性の荒い馬を好み、このような馬を乗りこなす者を豪遊としてもてはやした、ことから、虚勢しないまま飼育していた。つまかがみによれば、1193年、横山時博が、淡地国で9本の足を持つ珍妙な馬を発見し、 将軍に見せたという。この馬は、その後道の区国まで連れて行かれたが、その道中皇后大神田目宗の家人によって射殺されてしまったという。江戸時代武士の鎧と馬の鎧これらの競馬の伝統は、中世を通じて維持され、政治史に合わせた清水はあるものの江戸時代中期まで続いた。特に、徳川家康、徳川家光、徳川吉宗らは、 武芸としての馬事を推奨し、江戸の高田に馬術の稽古場を作った。ただし騎乗が許されたのは一部の旗本以上の階級のみであった。8世紀初頭に制定された大法律領では馬つかさが設置された。また、8世紀の文武天皇の時代には、関東に大規模な御両牧場が設けられ、年間200から300頭規模の馬さんが行われていた。 五稜牧場は、戦国時代に、関東を制覇した、北条氏政によって整備され、上佐、下宇佐の広い地域にまたがっていた。これを監督していた千葉市は後に、豊臣氏に滅ぼされて、新領主である徳川氏の直轄地域となり、同氏が幕府を開いた江戸時代に入ると大館が、設置されて最盛期には、年間2000から3000頭規模の馬産を行った。これが、 明治時代の下兎五両牧場の前身である。ただし牧場や馬さんといっても大陸の遊牧民、牧畜民によって発達し、現在も行われているような体系的なものではなく、大規模な敷地内に馬を半野生状態で放し飼いにして自由交配させ、よく育った馬を捕らえて献上するというやり方であった。この方法は優れた馬ほど捕らえられ、 戦場に送り込まれることになり、劣った馬ほど牧場に残って、子孫を残し、優れた馬ほど子孫を残しにくくなるため、現代の馬主改良とは、正反対の方法だった。このような手法で生産された馬は、ノゴマと呼ばれた。一方、仙台や薩摩藩では、種馬として、藩主の常用馬が可視され、管理された繁殖が行われた。こうして生産された馬は、 里場と呼ばれた。古い文書の記述を信用するのであれば、日本の馬は、江戸期に小型化した。平野正門の愛馬、九黒が160センチメートルもの大型馬で人を踏み殺したというのは誇張だとしても、平安期の名馬と言われる馬は、むね太鼓140センチメートル以上の馬格を有していた。欧州藤原氏が献上した名馬は、港太鼓1 5 センチメートルで、こう強しとされた。戦国時代まで馬の大きさの基準はおおむね、この程度であったが、江戸末期の五両牧場のつなぎオーバは平均して、10から15センチメートルほど小型化していた。改良が全く行われなかったわけではない。徳川家では、東南アジア経由で、外国サンバを、しばしば輸入しており、これを、日本の馬とは違って、体が大きく、 おとなしいと称賛している。下北の柿崎氏は15世紀から代々モンゴル場を輸入したと言われており、薩摩の島津高久や南部ごまの産地を支配した伊達正宗はペルシャ種馬を導入して在来種の改良を行ったと伝えられている。江戸時代の将軍、徳川吉宗や家綱は諸外国から種馬を輸入し、品種改良しようとした。しかし、 全体としての馬産の方法論は、前時代のままであり、継続的な選抜と淘汰による、体系的な品種改良という手法は、導入されていない。これを象徴する出来事として知られているのが、江戸時代に、フランスから、アラブ馬を送られた一件である。1863年、十四代将軍、徳川家持の時代に、フランスで流行病によって、解が全滅した際に、 江戸幕府が代わりの解雇を援助した。この返礼として、品種改良の一助になればとナポレオン三世から、アラビア馬16頭が贈呈された。しかし当時の幕府首脳に、フランス側の意図を理解する者がおらず、賃高な品扱いで、すべて家臣や諸行等へ貸ししてしまった。明治に入ると、外国から多くの種馬が輸入され、日本の在来馬の改良に充てられた。 歌川広重、名所江戸百景より、日本馬は、蹄めが固く、明治期以前は、見保騒動のため停鉄を必要とせず、専用のわらじを履いていた。江戸期の太平の時代になると、軍馬としての馬の需要は減り、一方で、市民経済の発展に伴って、ミウに用いられるものが増えてきた。西洋とは異なり、日本では馬車は発達せず、 馬に直接荷を背負わせる方法が主流であった。また、農馬は、他の工作や、木材の搬出、副次的にマグソータ畑への肥料とするため使用された。なお、日本馬は、蹄めが硬いため定鉄を必要とせず、馬には専用のわらじを履かせていた。近代明治に入り、明治4年6月5日に、平民の乗馬が許可され、民間での娯楽としての乗馬の道が開けた。 日清戦争、日露戦争以降には、群馬の改良を進めるため、群馬資源保護法を制定し、日本在来馬の禁止などの政策が取られ、本格的な品種改良を伴う、様式競馬も創設された。太平洋戦争後の経済復興期に、日本国内の道路網の舗装が整備されて、 自動車が普及するまで、馬は、農耕、二役、鉄道牽引などに用いる最も一般的な実用家畜であり、最大時刻内で、農用場だけで150万頭が飼育されていた。1945年、連合国軍、最高司令官総司令部司令により国による、馬の試作研究、団体の解散と再編が実施された。 太平洋戦争直後の1950年に飼育されていた馬は農用場だけで100万頭を超すが農業の機械化に伴って需要は急減していき1960年代中頃には30万頭に1975年にはわずか4万2千頭まで減った2001年の統計では国内で生産される馬は約10万頭でそのうち約6万頭が 競争馬で農用馬は1万8000頭に過ぎない。食肉用に飼育される馬は農用馬に分類されている。2005年現在では日本在来馬は8種、約2000頭のみとなった。なお、道路交通法上、馬が引く車及び人の騎乗した馬は軽車両に分類される。昔から馬を大切にしていた地方では現代でも馬はケトバスイコール。 薬を蹴飛ばす縁起物などと重宝しているところもある。モンゴル高原の遊牧民の間では、現在でも馬は重要な乳幼家畜の一つであり、発酵乳食品の重要な原料となる。野生馬も捕獲して食用にするということも行っていた、と考えられている。家畜化が行われて乳を絞ることができるようになると、むやみに殺すよりも草をはませて乳を出してもらった方が、いい。 との判断が働くようになるわけだが、馬に関しても必要に応じて食肉にすることも行われており、地域ごと民族ごとに馬を食べる、地には食べる、決して食べないといった習慣の違いはある。日本の中には馬肉を食べることが盛んな地域はいくつかあり、桜肉と称する。荷物を背負わせたり、荷車、ソリ、運河の船などを引かせるために用いる。 馬車を引かせるためにも使う。ただし古代にチャリオットを引いていた場合は、軍用馬と分類する方が適切であろう。主に畑などを耕す時に、プラウやマグワを引かせるために用いる。他にも動力源としても、例えばプレスの動力源としても用いた。馬の背に乗る、つまり乗馬に使うということは、おそらく紀元前4000年頃か、 紀元前4500年頃に始まったのだろうと推察されている。家畜を率いて移動するのは一応は徒歩でもできるが馬に乗ると移動が楽であり馬は大きく家畜を8つできるので家畜類の移動方向をコントロールしやすい。カウボーイは牛の群れなどを馬に乗って誘導する。軍事に使用される馬。軍馬。歴史的には当初は 荷物運びに使われ、やがてチャリオットを引くためなどに使用され、すなわち当初は人が車の上に立ち、後に馬の背に直接乗って戦うようになったと考えられている。戦時に人が馬の背に乗ることが広まったのは紀元前8世紀以降だと指摘されるようになっている。スキタイは騎馬兵を用いて中央アジアから現在のロシア南部や 現在のウクライナあたりで帝国を築いていったと考えられている。馬に乗り戦う兵を騎兵という。モンゴル人は騎馬救兵で各地の軍を圧倒し、ヨーロッパにまで及ぶ巨大なモンゴル帝国を築き、日本の武士もキューバの道を収めた。中世ヨーロッパの貴族には騎士という階級も生まれた。 イギリスやフランスなどの騎士は長い槍を携えて、馬で駆けつつ突き倒すという攻撃の衝撃力で、不評を圧倒した。当然騎士同士の戦いも大き敵騎士の攻撃から身を守ろうとプレートアーマーが10、装備化し、防具の重さだけで 20kg から 35kg ほどに達した。ここに武器のみならず、馬を守るための鎧も加わるので、こうした。 総重量に耐えるように、中世の騎士用の馬は大型でずんぐりした体型のものが選ばれるようになった。火器が発達して弾丸の貫通力が増した17世紀頃からは、プレートアーマーを強化しようにも陣馬が耐えられる、重量には限界があり、銃弾の威力に対抗できなくなった。その結果、全身の完全防護を諦め、胸、 腹当たりだけを分厚く守る強行が主流になり、軍馬が担う負担はやや軽減された。鉄砲、大砲になどの火器が普及してその性能が上がり、威力や有効射程距離が増大するにつれて、移動速度の大きさも優位の一つであった騎兵の重要度は下がったが、それでも馬の突進力を生かした突撃は、時に勝敗を分けることもあるほど強力なものであった。 凛々しい軍服に身を包み戦場を殺走と駆け抜ける姿や戦況を決定づける役割は依然憧れの的であり、例えばヨーロッパ大陸を見るとナポレオン軍でも騎兵は重要な存在であった。19世紀前半まで騎兵は軍隊の花形であり続けた。新大陸に目を向けると、 アメリカ独立戦争の時でも軍用馬は重要な役割を果たし、南北戦争でも、なお軍馬は活躍できた。日露戦争でも、世界最強と称されたコサックの騎兵隊の大軍と、日本の騎兵隊が激突し、その結果が、同戦争の対局にも影響を与えたが、純粋な騎馬隊同士の戦いというより、日本側の騎馬隊はその弱点を補うための不評。 公兵との混成部隊となっていた。騎兵が消える、大きな要因となったのは、機関銃の普及であり、騎兵は、機関銃の格好の的にされてしまうようになり、活躍の場が失われていった。とはいえ自動車化、機械化の黎明期にあって、軍馬はなお敵後方への奇襲や輸送、偵察、伝令、警備といった任務を担い、第二次世界大戦までは、 世界各国に存在し続けた。なお実戦で最後に本格的な騎馬襲撃が実施されたのは1945年に行われた廊下工作戦での騎兵第四旅団の戦闘であるとも言われている。同旅団は日本最後の騎兵旅団である。3月27日に廊下工飛行場の乗馬襲撃占領に成功し、 世界戦士における騎兵の活躍の最後を飾った。現代の軍隊では、基本的に戦力としては用いられておらず、主に儀式の時に用いられている。例えば、アメリカ陸軍では、歴史的経緯も踏まえて、騎馬隊という名称を残しているが、本当の戦力ではなく、軍パレードなど儀式に借り出されるような場合以外は、さほど活躍しない。 山岳部隊を保有している国では、峻険な地形での物資輸送を、馬やロバで行っている事例がある。民間療法として、馬肉、馬油には、下熱効果があるとされ、捻座などの幹部に湿布として使用される。女子柔道家の谷良子が使用したことでも有名。また馬肉パックと称して、美肌効果を期待する向きもある。また、 馬油は皮膚への塗布用のものが販売されている。人間に最も近い自然の油であるため、大火傷日焼け、虫刺され、霜焼け、シミシワ、白髪等に効果があると言われる。ビクトリア朝時代から、ヘビ毒抗毒素などに馬が使われている。馬は人間への感染症リスクが、牛などより少なく、毒蛇への耐性もあり、 血も大量に得られることから選ばれていたが、より血清病などのリスクが低い羊や人間の臓器を再現したオルガノイドを使用する方向に移行しつつある。馬革はホースハイドといい牛革よりも滑らかである。ホースハイドは革製品の裏側などに用いられる。また、ベンズ部を単人で染色加工したものはコードンと呼ばれる最高級品で緻密で強靭な 構造を持つ。コード版は、バッグ、紳士靴、財布、ランドセルなどに用いられる。太く長いので、バイオリンや呼吸、ビオール、ニコなど殺言楽器の弓毛に用いられる。また、モンゴルの馬頭ごとなど、騎馬民族の殺言楽器では、弓毛に加え、弦も、本来馬尾毛である。この他、織物に使用することがある。バッキンガム宮殿前を通る。 ロンドン式場警官警察が市内パトロールのために使用した。現在でも一部の国の衛視が使っているが、日本では主に明治時代から昭和初期までであり、それ以降は警察車両にとって変わられたためほとんど無用となってしまった。警視庁では伝統を重んじる姿勢から第三方面交通機動隊の中に騎馬隊を維持しており、平成19年6月現在16頭の 警察場を徴用している。また、京都府警でも、平安戦と1200年を記念して1994年2月10日に、京都府警、平安騎馬隊が創設されている。しかし、活躍の場はいずれも、交通安全パレードの時の市中警戒に使用される、程度である。騎馬警官が、市街地の警備や、交通整理を担う場合もある。自動車と比べ環境を、 劣悪化させる排気ガスや騒音を出さないクリーンな乗り物であるが乗馬車にとっての環境が未整備ということもあり大々的には行われていない海外ではニューヨークやロンドンなどの大都市で使用されているこれは起乗することにより遠くまで見渡すことができ威圧感もあることと元々街中に乗馬のための設備が揃っていることによるなお カナダ国家警察は現在でも、王立カナダ騎馬警察を称している。有名な馬日本では、江戸時代後期から近代にかけて養蚕が、盛んに行われ、養蚕に関係する民族も成立した。養蚕には動物に関わる民族があり、猫と馬に関するものが知られる。猫は、養蚕が害獣であるネズミを捕食することから、ネズミオケとして鎮重されているが、 馬と洋産の関係は、昔話の、馬娘コンンターンに由来する。馬娘コンンターンは、人間と子供のが結婚する、衣類コンンターンの一種で、馬と娘との秘話が語られる。これは、東北地方から九州まで、日本各地に分布し、特に、東北地方ではおしらさま信仰と結びつき、おしらさまの祭文の中でも登場する。日本語日本語で、馬の泣くのを特に、 いななくということがあり、古くは、精油といった。あ行,行、加行、作業、多行、な行、は行、ま行、や行、ら行、英語、中国の百科生の一つに、馬がある。陸上競技の馬軍団も、軍閥の馬や軍も馬聖の人の率いた集団である。日本にも、馬場、白馬など、馬がつくせいがある。日本各地に、馬の字を含む地名が、数多く存在する。ありがとうございます。